バイオンテックとは、ドイツのマインツに本社を置くバイオテクノロジーに関する会社。疾患治療に対する患者特異的なアプローチのための、能動的免疫療法を開発している。個別化された、がん免疫療法、感染症に対するワクチン、希少疾患のタンパク質補充療法に使われる、メッセンジャー RNA をベースとした、医薬品候補を開発しているほか、 がんの治療オプションとしての細胞療法、新規の抗体、低分子免疫調節剤を開発している。バイオンテックは、個別化されたメッセンジャー RNA ベースのがん免疫療法を臨床試験に持ち込み、独自の製造工程を確立するため、メッセンジャー RNA をベースとした、静脈内へ投与するための人向け治療法を開発した。2020年には、 バイオンテックが開発しているコビット1 9予防のためのワクチン候補である BNT162bit2 に関してアメリカにおいて第3症試験が実施されていた。12月2日にはイギリス政府はハマーに基づきイギリス国内における b n t 1 6 2 b ット2の接種を一時的に認可した。バイオンテックは2008年 トルコ系ドイツ人の科学者であるウールシャヒント、彼の妻であるオズレム・テュレジ、オーストリアの主要学者であるクリストフ・フーバーによってドイツのマインツに設立された。ドルフ・ツイン・カーナー・ゲルの指揮の下、科学諮問委員会の支援を受けている。2018年8月、バイオンテックはメッセンジャー RNA ベースのインフルエンザ予防ワクチンを開発するためにアメリカの企業である。 ファイザー社と複数年にわたる研究開発協力を開始したことを発表した。本契約では、バイオンテックがダイアンアや臨床試験を完了した後に、ファイザーがメッセンジャー RNA ベースのインフルエンザ予防ワクチンのその後の臨床開発及び商品化について単独で責任を負うことになっている。二0 1九年九月には、ビルメリンダ・ゲイツ財団との間で、 HIV 及び結核プログラムを開発する契約を締結した。これは HIV 及び結核への感染を予防し、また高レトロウイルス療法を行わない長期の寛解のための全臨床ワクチン及び免疫療法の候補を特定し開発するプログラムである。2019年12月、バイオンテックは欧州委員会の欧州投資計画の一環として、 欧州投資銀行から5000万ユーロの融資を受けた。2020年3月13日、中国の上海また欲しい薬は、バイオンテックの5000万ドル分の普通株式を取得し、SARS 株 -2 に対する BNT162 ビットに RNA ワクチンの開発と生産に、最大8500万ドルまで出資することでも合意した。17日には、 ファイザーとのワクチンの共同開発を発表した。2020年6月には、バイオンテックは、シンガポールのテマセクホールディングスから2億5000万ユーロ、また欧州投資銀行から1億ユーロの融資を受けた、ほか、その他の投資家から、強制転換社債型新株予約権付け社債の死亡を通じて、投資を受けた。バイオンテックは、また欲しい役、ファイザーとに、COVID 19ワクチンの開発を推進している。バイオンテックとファイザーはワクチン3億回分を EU に3000万回分をイギリスに1億回分を米国と中国に提供する契約を締結している。また、効果、安全性、ライセンスが証明された場合には日本へも1億2000万回分を提供することになっている。台湾は500万回分を契約するも発揮され、 台湾当局はバイオンテックとまた星医薬の提携が影響した可能性があることを述べており蔡英文総統はワクチンの契約を妨害しているとして中国を非難した台湾当局は大鳥海精密工業の創業者の拡大名及び TSMC とまた星医薬の交渉を許可しまた星医薬は台湾の大鳥海と TSMC にバイオンテックの ワクチンを1000万回分提供することを発表した。2020年11月10日には、米国で第3アイリ試験の中間分析が肯定的な結果であったことに続き、バイオンテックとファイザーは FDA にエ和を申請した。これは12月中旬までに審査される予定となっている。FDA はエウが現在生じている COVID-19 のパンデミックの ような公衆衛生上の緊急事態においてワクチンを含む医療対策を容易に利用可能とするメカニズムであるとする文章を発表しており今回申請したエ画が認められれば安全性及び有効性のデータを確定するための第 3I 印象試験を継続して実施しアメリカでのライセンス申請へつながることが期待される2020年11月には ファイザーはカナダでもエウア申請書を提出した。ありがとうございます。